皆さんこんばんは。8月17日水曜日、日本文化チャンネル桜沖縄の声のお時間です。当番組は2000人委員会、友の会、共産広告広告主、総 TV をご覧いただいている皆様のご支援でお送りしております。いつもありがとうございます。改めましてこんばんは、チーム沖縄のあさとです。よろしくお願いします。はい、一般社団法人日本沖縄政策研究フォーラムの中村悟です。こんばんもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ではちょっと2日連続で2本立てということで、はい、前回なぜ日中友好は間違いなのか、前の日の放送でやっておりまして、今回は日中友好の歴史は中国共産党の対日工作史、というタイトルでお届けさせていただきますが、ちょっと昨日の放送を先に見ていただいた方が分かりやすいかと思いますので、まだの方はそちらをぜひ、はい、ぜひご覧ください。ご覧の上でお願いいたします。本題に入る前にちょっと前回告知を、はい、取るのを忘れてしまったということもありまして、はいね、はい、告知を先に佐藤さんお願いします。はい、はい、スライド ありがとうございます。今映っておりますけれども、今日17日ですので、3日後の土曜日、沖縄空手会館の研修室 A で、沖縄防衛緊急セミナー、あなたにもできる日本を危機から救う陳情請願という特別企画を開催をいたします。これは知事選挙の前で忙しいところなんですけれども、ちょっと沖縄フォーラムの活動では今後沖縄の議会に対しての陳情請願、これをもう力入れてやっていかないといけないと思っておりまして、で特に今台湾危機が迫っておりますので、しっかり沖縄を守れるようにしたり、しっかり、有事の時に国民保護をしっかりできるように、できてないところがあまりにも多いんで、かといって国をいきなり動かすことはできないんで、とにかく沖縄からそういう世論を作ることが大事じゃないかと思いまして、そういったセミナーをいたします。で8月に勉強会をやって知事選戦って、知事選挙が終わった9月の議会でみんなで一斉にゴーッと沖縄からいろんな新たな動きができるような感じにやっていきたいと思っております。でプログラムとしては、チャンネル桜沖縄の声のキャスターをやっていただいております宜野座村議会議員の仲間信之さん、そして、豊見城市議会の市議会議員の義母安高さん、義母安高さんは、一緒にジュネーブに実は行ったことがございまして、はい、で私がそれぞれ基礎知識応用実践ということで出しますので、ぜひ来て一緒に陳情請願の活動に参加を、多くの方に参加いただきたいと思っております。はい、でもう一個ございまして、はい、この30日、沖縄県祖国復帰の50周年記念ドキュメント映画四万十の戦後史を作ってるんですけども、今後毎年一つずつ作っていこうと思ってるんですけども、はい、その中の主要人物を今、毎月1回空手会館の方で、講演をやっております。で6月7月はそれぞれ屋良長病先生、石垣島出身の早稲田大学第7代総長の大浜信元先生をやったんですけども、ここからちょっと皆様の名前がわからない方が多いかと思うんですけれども、琉球群島政府知事をやられた平達夫さんのを8月30日に開催をいたします。この方実はですね、祖国復帰の運動の先駆者であるんですけれども、屋良長病先生を文教部長、いわゆる沖縄の政治の世界に引きずり込んだ方、抜擢された方なんですけれども、すごい米軍と戦って復帰を言い続けてですね、やってた方ですけど、この方がですね、実は社会大衆党の創設者なんですよ。ああ、そうなんですね。社会大衆党って左翼と思ってるじゃないですか。そうですね、一般的な僕らの認識からするとでも作った人は自民党よりも保守なんですよ。当時の自民党とかよりもずっと保守で、でこれは私は今の社民党の人に平達夫さんのこの歴史を、知っていただきたい、この原点に帰ってですね、保守に帰っていただきたいきっとどっかで工作されてしまったんだろうなと思うんですけど、その辺のからくりも少し見えると思いますので、どうして、平達夫さんのような方と、また今の自民党とですね、これは沖縄問題の結構根源的なことが見える歴史も見えますので、ぜひぜひ
まあ、この方いなかったら沖縄も復帰できてないですね。なるほど、はい。まあ、そういった方々が、うん、毎月1回やっておりますので、はい、平日の火曜日空手会館で今やっております。ぜひご都合のつく方よろしくお願いいたします。リクエストございましたら週末にも開催いたしますのでぜひご来場ください、はい、以上告知です。よろしくお願いいたします。はい、はい、というわけで、まあ、告知をしまして、じゃあ本題の、はい、まあ、日中友好の歴史は中国共産党の対日工作史、ということで、まあ、ちょっと前回、まあ、昨日の放送で、うんうん、なぜ日中友好は間違いなのかっていうタイトルでお話をしまして、まあ、様子としてはそこではその、まあ、中国側が日本に守れと言ってるこの4つの共通認識で文書というのがあって、それが何なのかというちょっと解説をしていただいたんですけれども、正直その話とじゃあ日中友好が何で間違いなのかっていうのはまだリンクしきれてないところがあるとあったのかなというふうに思うんですけど、今回のこの、まあ、もっと間違いだと分かるんですけど、はい、突っ込んだ話でその対日工作史であるというところの話を理解することで、なぜ日中友好に気をつけなければいけないのかということがまあ理解できるようになるのであろうと思いますので、はいはいですね、じゃあちょっとそのあたりをまあ解説ですね、はい、佐藤さんに本日もお願いいたします。はいはい、まあ、前回は日中友好のいわゆる基本である条約ですね、うん、日中共同声明というものがどれだけ危険なものかというのを説明をいたしました。うん、日中共同声明を守るということは、うん、サンフランシスコ講和条約と認めない中国と仲良くすることなので、両立できないよと。サンフランシスコ講和条約、日米同盟と日中共同声明はこれはもう両立できないんで、日中友好なんかも実はありえないんですね。うん、中国と仲良くしたらアメリカを切るしかないっていう、うん、こういう二股に必ずぶち当たりますので、うん、まあ、曲がりなりにもその今の戦後の日本を歩んできた、まあ、日米同盟であったりとか、その日本が復帰したのもそうですけれども、やっぱり僕らの認識としてはサンフランシスコ講和条約があって、まあ、そこに対するいろいろ批判とか、まあ、捉え方はあるかもしれないけど、まあ、歴史のこの流れとしてそれがあって日米安保があって今現在につながっていて、まあ、沖縄の復帰もそこの中に入っているわけですけれども、まあ、そことちょっと両立しない考え方であるというところまでの話でしたね。はいはいはい、で、そうですね。はい、で今回はこの、うん、いわゆる講和条約ができる流れと日中共同声明をできるまでのこの対立構図がずっと戦後両方対立したまま進んできて出来上がったところがあるんですね。うんうん、この流れが分かれば日中共同声明の本当の目的、うんうん、日中友好というものの本当の目的っていうものがよく分かるので、うん、これのちょっと戦後のですね出発点からいきたいと思います。うん、はい、結構1972年からの日中友好の動画とかニュースとかね、うん、パンダが送られてとか、まあ、そうですね、いうのは古い動画でも見たことあるかと思うんですけど、まあ、田中角栄さんそうそう日中友好に湧いた時期とかね、まあまあまあ、でもそれ以前っていうのは結構わからないじゃないですか。まあ、そうですね、その、まあ、よく保守界隈で言われてる話は、まあ、これで日本が中国を太らせたんだみたいな、まあそうですね、ところまでは大体みんな話としては分かってると思うんですけど、はい、この出発点からいきたいと思います。はい、お願いします。沖縄日本の日中友好協会ができた時の、うん、日中友好協会結成趣旨というのがあります。でこれ昭和25年なんですね。昭和25年、うん、中華人民共和国が成立したのが昭和24年なんですね。うん、だからちょうど1年もうその翌年にはもう翌年には東京で華やかな大会が実は開かれたわけです。なんか早いですね、動きが早いんですよ。だから、うん、おそらく中国共産党は中華人民共和国ができる前から対日工作は始めてたんじゃないかなと。これ文章を読むと、もう私いつも勘違いするんですけど、これ中国人が書いた文章だって勘違いするんですが、うん、日本人が書いた文章という建前になっております。はい、これちょっと長いんですけど、お時間のある方はキャプチャー取って全部読んでいただければと思うんですけれども、はい、じゃあ大事なところ、大事なところだけ読みますね。赤いところだけ読みます。過去両国人民に不幸をもたらした大きな要因の一つは指導者階級によって誤らされた我々の誤った中国観であった。この誤った中国観の一掃に我々は最大の努力を払うものであるが、正しい両国の関係を樹立するために全中国の人民が我々に絶大の援助を与えられることを希望するとともに、
我々は中国を含めた全連合国による対日講和が一日も早く締結されることを切望するものである。これ講和条約の前ですね。あ、なるほど。だから全連合国っていうものの中にはああそうですね、そのサンフランシスコ講和条約のことを言ってるんですね。これ講和条約まだ締結されてないですから、でこれが彼らの目的 で、で我々は左に掲げる綱領のもとに全力を挙げて本教会の目的の達成のために努力することを誓う。1、本教会は日本国民の誤った中国観を深く反省しこれが是正に努力すると、2、右上に2ですね、本教会は日中両国人民の相互理解と協力を打ち立てるため両国文化の交流に努力すると。これは OK ですね。本教会は日中両国の経済建設と人民生活の向上に資するため日中貿易の促進に努力すると、貿易をしたいよと。貿易、本教会は日中両国の人民の友好提携により相互の安全と平和を図りもって世界平和に貢献すると。活動方針、これが結構大事なんですよ。これが原則がこう書いてあるんですね。およそ友好運動の原則、およそ過去の日本が犯した帝国主義的侵略の過ちを深く反省した上と、まず日本が反省するっていうところが日中友好の始まりなんですね。で2番目が謝れる中国間の是正と、ただこの2つがあと8項目あるんで割愛をしておりますけれども、この謝って、日本が悪いことしました、すいませんでした、そして、中国は怖い国かと思ったらパンダみたいにいい国ですってみたいなね、優しい可愛い国ですみたいな、そういうイメージをやりながら、組織活動の方針は全ての労組と結合して日中友好の機運を高めることは今や重点的に実行しなければならないことであると。なるほど。だこれかなり幅広い、まあまあそうですね、こう根が深くて幅広いんですけれども、活動方針としては、まあ、大体1番目とか2番目とかやっぱり大事なことから先に書くものじゃないですか。そうそうですね、そこが根っこにあるってことですね。そこが最重要課題というか、日中友好の一番の重点は、日本は悪いことした国です、日本が反省することがまず第一番目にあるという話ですね。そうです、これで前回言った、日本よく長立憲報道官が、なんか反省しろみたいなね、ことを言ったっていうのはここにあるわけですよ。いまだに日本は反省してないじゃないかと、そう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 、いうことを言ってるわけですね。憲法9条を変える、反省してねえじゃねえっていうね、こういう言うんですよ。靖国を参拝する、反省してねえんじゃねえっていうね。でこれでここでびっくりなんですけども、じゃあ日中友好協会が日本にできて真っ先にやった運動は何なのかと。で翌年にやった運動が、さっき実際にやった運動ってことですね。講和条約の話があったじゃないですか、はい、これ日中の友好運動史っていうやつから拾った情報なんですけども、こういう運動があるんですね。全面講和愛国運動協議会の結成。ほう。全面講和というのはサンフランシスコ講和条約が、いわゆる全ての連合国と署名すると、要はソ連とも署名する、でこれをやってしまったらおそらく日本は、北海道はソ連とか、ネットでもよく見られる、分割統治されている、そうそうそう、分割統治、日本列島が分割統治されているこれをになると真っ先に日本に入ってきたら真っ先に労働組合を挙げてやったわけなんですね。日中友好、さっきの最初に説明した結成趣旨ですね、の中にも書いてあったそうなんですよ、ことを、もうだから全連合国による対日講和っていうのが全面講和ってことですね。だから日 中, 中国とソ連を入れろと。そうなんです。だから日中友好協会が日本に発足した時の目的は全面講和だったわけですよ。だから日本を分断交換にするために日中友好協会は日本に発足したと言ってもいい、そうですね。だからちょっと言葉が分かりにくいところはあるのかもしれないので、ちょっと補足的に言うと、そのサンフランシスコ講和条約を中国が認めていないのは自分たちは参加してないからだっていうのが、まあ、前回も話としてありましたけど、だからその中国と、まあ、ソ連とも加えて、その戦勝国と言われる、まあ、その国々を全部含めた講和が全面講和っていう言い方ってことですね、はいはいはい、全面講和、単独講和、もしくはなんか片面講和っていう言葉もあるみたいですけど、大体よく言われるのは全面講和、単独講和っていう、ちょっと分かりにくいんですけどね、まあ、要するに中国とソ連も入れろっていう話。そうそう、全面講和はソ連も中国も入れろ、それが全面講和の意味、は自由主義陣営だけという、そういう違いですね、
でこれの彼らの愛国運動なんですけれども、うん、彼らが言ってる愛国運動はこれが愛国運動だっていうスローガンだったんですね当時は、うん、全面講和と講和後の全占領軍の撤退こそが日本の平和と独立のために絶対必要だという国論統一に向かって大運動を起こしますと、うん、米軍帰ると、まあ、これはいいじゃないですか。次ここが問題ですね、まあ、全占領軍の撤退っていうのは当時の日本からしたらそれは米軍撤退ですね、みたいですよね、うんうん、でなおかつ全で撤退をさせて次は再軍備に絶対反対し中日貿易禁止反対と合わせて大衆の日常生活の要求と結びつけて戦うと、うん、戦力も撤退再軍備も反対日本は丸裸っていうのが当時の運動の目的、うん、その上で中国とはちゃんと貿易しようという話、うんうんうん、でこれが署名の目標がやたら大きくてですねどこまでできたか分かりませんが7000万人を目標とする全面講和の要求と再軍備反対の署名運動を全国的に起こす、うん、この全面講和愛国運動を進めるため全面講和愛国運動協議会を作る集まった署名はトルーマン大統領スターリン首相毛主席アトリー首相に送ると、うん、でここに、全面講和愛国運動協議会の加盟団体の資料がございますけれども、うん、政党のトップに来ているのが日本共産党で当時労働党、ね、労働者農民党というのがあったんですね、うん、で労組とかはいろいろありまして、民主団体その他っていうところのトップが日中友好協会、あなるほど、だからこの辺が仕切ってるっていうことですね、うん、まあ、日ソ親善協会とかもありますね、うん、だこの辺はもう、うん、この辺は終戦直後に共産主義者にオルグされてた組織っていうふうに考えていいと思うんですよね、うん、はい、でこの流れがどういうふうになったかっていうのをこの右側でざっくり言っていきます、まあ、昭和26年に国連総会でまだ講和条約の前なんですけれども、はい、中国向け金融勧告決議っていうのが採択されました、うん、国連 でその結果ココムっていうの懐かしいですか覚えてますかね、ココムちょっと僕分かんないです、対共産主義輸出禁止機構とかなんか、うん、要は、うん、ソ連とか東アジア、うん、東主義陣営がソ連を中心とする英首諸国共産圏の国々です、ね、そうそうそう、でここには、うん、なんか武器の技術になるようなものを売っちゃいけませんよと、うん、で東芝ココム事件というのがあってスクリューのなんか売ったとか売らないとかね、はい、それは聞いたことあります、ね、いうのがあったんですけど、うん、あれと同じようにココムの下にチンコムっていうのを作って設置して中国にもソ連と同じようにそういう武器とかは売らないというように、うん、いわゆる警戒されたわけです、まあ、技術が流出したりとか、はい、まあ、昭和26年ですねということですね、うん、でこの昭和26年そうやって禁止されている真っ最中に日中友好協会は先ほどの中国除外の全面講和反対日本の軍国主義復活反対っていう月間の運動を始めて、うん、周恩来は8月になると声明を出しましてここに中華人民共和国中国人民は重ねて次の通り声明するものであるすなわち対日平和条約の準備起草及び署名に中華人民共和国の参加がなければこの内容と結果の遺憾にかかわらず中国人民政府はこれをすべて不法でありそれゆえ無効であると考えるものであると。なるほど。この段階 で昨日言ったものとこれもつながってるじゃないですか。そうですね。これまあ、要するにサンフランシスコ講和条約は認めないということをすでに言ってると、これ1951年のこの時から講和条約締結前から言い続けているんですね、うん、で日中貿易促進労組協議会結成といやまた貿易団体を作って日中の貿易団体を作って8月31日に日中友好会議を開催またここで全面講和を会議する決議を採択しましたが9月8日にサンフランシスコ講和条約が締結され日米安保条約も締結されてしまいましたと。この全面講和運動は日中友好協会の全面講和運動は敗北に終わった、まあ、失敗したわけですね、わけなんです、うん、ここでまた、周恩来総理はと県 外務大臣は中国不参加の対日講和は無効と、うん、声明を出したと。そして、今度は翌年サンフランシスコ講和条約が発効、前回は調印ですね、はい、今度発効して効力を発揮をして体制が始まったんですね、うん、この同日に日華平和条約いわゆる中華民国との平和条約、うん、これは日華平和条約っていうのは今 その中国
中華人民共和国ではなくて台湾の政府ですね。そうですね、うん、台湾と対決をしたと、うん、いわゆる台湾に追い出された中華民国との条約っていうことですかね、うん、そうですね、中華民国、台湾に逃げてきたか、逃げてきた中華民国の方の日華平和条約と、はい、ことですね、うん、で今度は5月5日の日に、うん、周恩来総理がまた、まあ、こんなの認めねえよ、日華条約は認めないと、こんなの茶番だとか多分言ったと思うんですけど、うん、なったわけです。ここで、日中友好運動史にこの時のことを書いてあるんですけれども、こう書いておりました。日中友好運動はこの時からいわゆるサンフランシスコ体制イコール中国封じ込め体制への抵抗という新しい段階に入っていったと、うん、これはかなり重い言葉だなと思いまして、これはあれですよね、悟さんが勝手に言ってるわけじゃなくて、そう書いてある、書いてある、書いてあるんです、日中友好運動史に書いてある、日中友好運動史に書いてあるということです、ね、書いてあるんです、うん、これ日中友好運動史の49ページに書いております、うん、はっきりリンクしてますね、中国共産党の言ってることと日中友好とは何かっていうのがリンクしてると、そうそうそう、うん、これ日中友好運動史は実はこの時からサンフランシスコ体制の打破というものを目標に実はずっと動いてきてたっていうのが彼らの大戦略、なるほど、でこれに気がつかないといけないんじゃないかなというわけであります、うん、で中国側もサンフランシスコ条約は認めないというのは一貫してずっと言ってる、一貫して言っている、うん、言ってて、はい、でこの打破のプロセスというのが実はなかなか忘れ去られているんですね、うん、でこの封じ込められたものを最初に打破したのが実は3人の国会議員がいらっしゃいまして、日本人の国会議員ですね、日本人の国会議員いまして、うん、高良富、女性ですね、高良富、そして、ホアシケイ、宮古式助っていうこの3人の方がいまして、はい、これがモスクワで開かれた国際会議に出席をしていたときに、韓信という、中国の代表団の、うん、方が来て、ぜひ北京に来てくださいって言われて、うん、招待されたと、北京に招待をされて、うん、日本の許可を、外交がないから許可出てないにもかかわらず、モスクワから北京入りを勝手にやって、うん、政府は制止したと、政府は制止した、国交がない、この当時まだ国交がないということですね、そうそう、政府の制止を押し切って、うん、勝手に中国に行っちゃったわけです、うん、でこれがその時の条約をしている時の、うん、サインで、高良富さんがサインをしているところですかね、うん、で1952年5月、南韓新中国国際貿易促進委員会主席の招きで、新中国の建設後最初に中国を訪れた高良富、日本国参議院議員、宮古式助、ホアシケイ衆議院議員らが北京入りした。6月1日、双方は会談を通じて北京で最初の中日民間貿易協定に調印をしたと。これってあの日中友好協会 の、 この貿易をやるんだという目標に合ってるんですね。ありますね、うん、でこれで封じ込めたところの最初のアリの一穴を開けられちゃったわけです、うん、なるほど。でこの時の貿易の協定の内容ですね、これをちょっと私表にしてまとめたんですけど、この時はですね、うん、まあ、額にすると3000万ポンド、イギリスで3000万ポンドということですけれども、内容はですね、物々交換なんですよ。あ、なるほど。物々交換、中国からは日本は石炭、大豆、マンガンをもらうけども、日本からは、なんか交番とか交換とか建築資材とか、うん、いわゆる工業用品の材料を送る、うんうん、そして、これが鉱類の 40%、 お釣類は豆とか塩とか豆とか、うん、まあ、いわゆる、まあ、作物ですかね、なんか、うん、で日本からは小型機関車とか殺虫剤とか、なんか、まあ、これもまた工業、うん、防石機械とか材料ですね、いわゆる生産材っていうんですかね、うん、で日本、中国からはなんかもう本当農家で取れるようなものをもらって、日本からは工業用品を送るわけですよ、うん、なんか原材料になりそうなものは中国からもらって、そうそうですね、一時品ですね、その成果物のような加工したものとかを出すみたいな感じですかね、うん、で、あの先ほど言った日本が中国を太らせたっていうもののこれの始まりですよ、うんうん、でなるほど、この民間貿易協定って民間で勝手に調印していいものだったりするんですかね、ここが不思議ですよね、ここが
どういうことっていう、ここが不思議ですよね。そうですね、うん、これが中国のやり方なんでしょうね、うん、なんかここでアリの穴一穴で勝手に民間でやっちゃったわけだから、政府はやらないよって言ってるのに勝手に言っちゃったわけですよ、うん、これのアリの一穴を彼らがどう使ったかというと、はい、この中国の在留日本人の機関で、はい、うん、機関をカードにして実は使ったんですよ、うん、これ1955年に公安丸でたくさん帰ってくるんですけれども、これが実は私は日中国交回復の第一次日中国交回復じゃないかなと思ってるぐらい大きな穴が開けられちゃったんですね、うんうん、でこれに至るまでの、これ1955年ですけども、これに至るまでの流れをここでざーっとちょっとまとめて、おります、昭和27年新華社を通じてですね、中国が北京放送でチャイナにいる大陸にいる帰国援助中国日本人を返しますよというのを発表したんですよ、うんうんうん、12月1日。そしたらですね、今度また23日に返すけれども日本政府とは交渉しないよと。おー、なるほど。日本政府とは交渉なんかしないよと、うん、3団体を日本の代表として指定しますって言ったわけです。中国側から指定すると、こう3団体を指定したわけです、うん、この3団体が、これですね、日本のとか書いてないかな、3団体、日本の赤十字社と日中友好協会と、もう一つどっか書いてないかな、ちょっとすみません忘れました、3団体、日本赤十字社と日中友好協会と、もう一団体ちょっと忘れましたが、下表の下に左の下ですね、6月28日のところに書いてあります。ありますすみません、あります。日本赤十字社、日中友好協会、日本平和連絡委員会、これ赤十字社以外は、うん、日本政府からしたら左翼団体なんですね。まあぽいなっていう感じしますけど、ね、だから危険だったんですよ、うん、認めたくないんですよ、はい、で、これを反対をしたんですけども、してでも日本人を取り戻さないといけないから、うん、背に腹は変えられないじゃないですか、うん、そこでちょっと危険だということで、誰かお見つけ役を一緒につけないといけないじゃないですか、うん、そこで代表団に有田八郎という元外務大臣をつけると、はい、うん、いうことを日本が発表したら、またですねラジオで有田八郎は認めないって拒否のまた放送するわけですね。なるほど。だからラジオでのやり取りですよ、国交ないから、うん、直接ではなくてラジオ放送で、ラジオ放送で、そう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 、やっていうこと、ラジオ放送でコミュニケーションを図ってるんですね、うんうん、でこの代表団にの民間団体の誰をつけるかって言った時に、うん、民間団体にこの有田八郎の代わりになんとつけたのがですね、アリの一穴開けた高良富、さっき出てきましたね、高良富、あの調印をした方ですね、そうを加えた7人と、うん、いうことになったわけであります。ここで日本政府がもうこの時に折れたんですけども、本来は、この引き上げ線に対しては外務省は機関線に関係政府当局より必要な権限を与えた政府職員を乗船せしめるものとすると、うんうん、誰か一人政府の職員を乗っけないといけないと言ってたんですけども、この時に有田なんとか認めないってなったんで、うん、日本政府はですねこの時に中国の脅しに屈してですね、閣議決定で特殊な事態に鑑み全閣議決定に関わらず海上輸送については政府の責任者をつけなくてもいいという閣議決定が出ました。なるほど。負けちゃったわけです。負けちゃったわけです、うん、でこの結局この3団体を帰国事業再開交渉の中国代表団にしたと、うん、これはですねイメージといえばどういうことかというと、朝鮮総連の代表を拉致被害者の取り返すための代表団にしたものですよ、うん、まあそうですね、うん、構図からするとそういうことになってみたいな感じしまいますね、うん、なんか、うん、でこれからずっとこの3団体が日中友好の窓口になっちゃったんですよ、うん、恐ろしいことに。そうですね、日本政府というよりはもう
明らかに中国政府寄りの団体であったり、中国政府は工作員を日本に育てて、うん、日本の代表としてこの自分たちの言うことを何でも聞く人に交渉の窓口にしたわけですね、うんうん、そういうことですね。で、うん、でそれで一時期朝鮮戦争とかで帰国が止まってたんですけども、日本政府としては帰国事業をもう一回何とか再開したいと、この何とか行ってくんないかって言った時に、今度は、いやいや中国紅十字会、紅十字会って書いて紅十字会っていうみたいですけども、紅十字会を招くことを実は約束しちゃったんだと、これを招き入れないと交渉はできませんっていうことを言っちゃったわけですね。なるほど。でこれが、また参議院で中国紅十字会を招くっていう決議をしちゃったんですよ、うん、あ、なるほど。現在の中この第19回国会の青いところですけども、うん、現在の中共地区に残留する多数同胞の速やかなる帰還はルス家族をはじめ全国民の切望するところである、日本赤十字社においては運命がいて、特に尽力させられた中国紅十字会の代表を社員として招請し、その行為に感謝するとともに、今後の引き上げに関し一層の援助を要請すべく努力を重ねつつある、政府はこの際日本赤十字社の要望に対し速やかに適切なる措置を講じ、もって留守家族との熱望の全国民の期待に応えるべきであると、うん、でこれで今度今までブロックしてたのが、今度は形としては日本政府が中国の代表を招き入れたっていうところでね、うん、持ってかれちゃった。その前段として先に挙げた3団体が窓口になってね、窓口になって中国の代表を招聘しますよっていう約束をしてきちゃった。もう勝手に約束しちゃったわけです。勝手に約束したのを受けて、そう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 、しょうがないから参議院本会議でその決議をしたと。そう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 、なんかいいようにやられてる感じですね本当に、うん、いいようにやられてるんですよ、はい。まあ、こういった向こうのシナリオ通りな感じ、そうそう、もう彼らのシナリオ通りに動いてるんですね、うん、はい。昭和29年10月30日、中国紅十字会代表団中国より初の訪日団として来日、うん、でその結果覚書をやっちゃったわけですね、うん、来日して今度はずかずか赤十字社まで来て、うん、やったわけであります。この時の覚書がこれですね。在華日本人の総数は約8000名で、そのうち帰国を希望しない女約4700名、帰国を希望しない男は上記の5分の1、現在帰国を希望する者は男女子供合わせて2000名以内である。なお右の帰国希望者には各種の職業に従事し、あるいは旅大地区および中国の各地方に居留した日本人を含んでいる。また現在帰国を切望しないが将来帰国を希望する者については中国紅十字会は以降帰国を援助すると、これでも援助の約束をして、うん、中国紅十字会の代表梁少氏、日本赤十字社は島津ただなんかな、ただ少かな、ちょっと読み方は分かりません、日本中国友好協会伊藤武雄、まあ、こういう方々が署名をしたと、うん、これがもう完全にやられて、ついに国交を回復して、これ時の写真がございました、うん、この時李徳善という方が団長で、これ NHK のなんか動画に残ってましたね、うん、もう大歓迎というみたいな報道でやってました、うん、これが事実上日中国交回復だと思わないですか、うん、なんかやられてますけど、うん、まあ、民間民間のシナリオ通りに進んでいて、で日本側からするとやっぱりその中国国内に残っていた日本人を取り戻すというところがあるので、まあ、乗っからざるを得なかった部分もあるのかもしれないですけど、実情人質ですよね、うん、まあ、人質ですね、これは人質使われてっていうところで、これは今度チャイナと戦争が始まった時に同じことが起きる、うん、と思っていいですよね、うん、日中友好協会がいて、はい、なんか好き放題約束してなんか政府に要求するっていうやり方ですよね、うんうん、そうですね、でこのあと池田総理が、うん、総理大臣が池田隼人になるんですけども、池田総理はどっちかっていうと中国融和派なんですね、うん、でこの時にこの1960年代ですけども、まあ、大体どういう時代だったかっていうと、
まあ、周恩来総理が貿易三原則とかって言い始めたんですけど、これもまた今と同じなんとか原則なんとか原則って言うんですけど、政治三原則、中国の敵視政策をやめなさい、二つの中国を作る陰謀には加わるな、日中両国の国交正常化を妨げるなっていう、この三つ、これも政治三原則って言ってるんですけど、これも実情、もう対日工作の原則みたいなもんですね、で貿易は政府間協定、民間協定、個別配慮によるものということで、まあ、3つ口を作るっていうね、こういうやり方でやっているときに、まあ、あの浅沼稲次郎という人が暗殺されるようなことがあったんですが、まあ、この時は中国との貿易をやるっていうことを右翼の人が相当嫌がって殺したんじゃないかなっていうように思います。でこの時に対日60年代の対日工作が一番活発だったと思うんですけれども、毛沢東は日中友好協会のこの10月7日ですね、ここのイメージがいいかな、6月23日人民日報社説、米帝国主義に反対する中日両国人民の共同の戦いを務めようと発表と、これが60年代の、いわゆる70南部闘争ですよね、まあ、要は反米戦闘で協力しようと、反米戦闘ですね、で毛沢東が日中友好協会の代表と会って、日本の親米的な独占資本軍国主義軍閥を除く広範な日本人民は全て中国人民の真の友人であると、親米的なものは友人じゃないって言ってるのかな、これ、なんかね、で日中友好はあとこの時にはやっぱ、米国の台湾海峡軍事挑発に抗議集会を開催と、これも今につながってますよね、そうですね、完全に、でここでですね、飛躍的に大きなちっちゃな穴が大きくなったのが、ここに書いてある LT 貿易っていうのがあるんですけど、この高崎辰之助氏と梁少子氏の間で5カ年間の長期総合バーター延べ払いを内容とする覚書調印と、これ実は大事件なんですね、これどっか載ったかな、これが LT 貿易っていうのは、ですね、まあ、LT ってあまり意味がなくて、まあ、あの名前取ってるだけですけども、この時に日本が出したのが、化学繊維工場のプラント、で当時ようやく日本で化学繊維が作れるようになったんですよ、でその後はあの繊維戦争なのか、あの化学繊維日本の基幹産業になってくるじゃないですか、はい、それの一番最初の倉敷レイオンだったかな、そこのプラントの技術をそっくり全部中国に持ってったんですね。おお、なるほど。今で言えば日本のハイテク企業を中国に持ってったようなこと、これが LT 貿易なんですよ、技術を含めて移転しちゃったってことですか。そう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 、向こうに上げちゃったみたいな LT 貿易、なるほど。でこれが実は私は中国の核開発を可能にしたんじゃないかなぐらいの大きな穴を開けちゃったんじゃないかなって、60年代に中国核開発やってるじゃないですか、でここでいろいろまた火星をいろんなところに、また他のところに国に撃ったのかもしれないんですけれども、この LT 貿易っていうものが最初はブスブス交換だったのがここまで来ちゃった、この60年代にはですね。そうですね、ちょっとレベル感がまた飛躍的に変わってますか。変わったんですよ、はい、でそこであれよあれよという間に今度は1960、これはいつの新聞かな、1964年ですね、10月10日に確か核実験やったんで、中国が初の核実験、なるほど、ここにつながっていくわけですね、でこの核実験をやってる時には、今度は佐藤総理大臣が総理大臣になるんですけども、佐藤総理大臣の時はどっちかっていうと一生懸命中国を封じ込める方向に一生懸命実は動いていました、でこの佐藤総理大臣は、成立して11月9日に成立するんですけども、日本政府の法務省中国共産党代表団の入国拒否おすごいですね、これ今の日本政府でそんなことできるのかっていうとできる気が全くしないんですけど、国交なかったから拒否していいんですけどね拒否
で佐藤ジョンソン大統領で共同声明とやるんですけど、この共同声明でも、このジョンソン大統領はこう書いてあるんですね。米国の上から3行目、大統領は米国の中華民国に対する確固たる支持の政策を強調すると。この時も一つの中国とかちょっともう揺れ始めてたんでしょうね、いや中華民国の方を支持しますよと、そして中共の近隣諸国に対する好戦的政策及び膨張主義的圧力がアジアの平和を脅かしていることについて重大な関心を強く表明したと、もうジョンソン大統領は中国共産党まずいなと思ってるわけですね、でここでちょっと残念なところがあるんですけれども、総理大臣は中華民国政府との間において正規の外交関係に基づく友好的な絆を維持するとともにと、これは OK ですね、台湾も OK と、中国大陸との間においては政経分離の原則に基づき現在行われている貿易等の分野における民間の接触を引き続き増進していくことが日本政府の基本政策である旨を表明したと。この佐藤総理大臣をしてもこの貿易でおいしい思いしている、まあなんか経済界の経済のにちょっと逆らえなかったんですね。これがちょっとね大きな失敗だったかなと、政治はその民間の商売を邪魔しないと言ってるってことですよね。そう民間交流には口出さないっていうのがこの時から始まって失敗したなっていうところがあります。またジョンソン大統領とは1967年2年後にも会談しまして、この時には両者は中共が核兵器の開発を進めている事実に注目し、アジア諸国が中共からの脅威に影響されないような状況を作ることが重要であることに意見が一致したと、これはもう中国は危険だなということをしっかり認識して、これは正しいですよね、でこの時にも2回目の核実験が昭和40年の5月14日で、毛沢東、中国が核実験しているのに毛沢東主席と大交流会の参加を日本青年代表があったらとしてるわけですよ。今では北朝鮮が核実験やってる時に、代表団を送って日中友好って日朝友好ってやってるみたいなのと同じようなことを、当時のこの時の中国っていうのは今の北朝鮮と同じような感じと思ったら分かりやすいと思うんですけどね、その時に民間交流日中友好日中友好ってやってたわけですよね。でまた LT 貿易これも延長、日本の各界、日通というか日中ですね、日中友好の促進と、こういうので中国は核兵器を持つ開発をしながら日中友好といって、日本はこの時に核アレルギーの、核アレルギーまで作られちゃったわけですよ、エンタープライズ機構反対とかですね、そういった流れになったわけであります。でこのこれが田中総理大臣の時に、あっという間に今度はここ早いんですけど、田中内閣が7月7日、できたら2日後に習総理が田中政府が中日国交の正常化に力を入れていると声明したことは歓迎に値すると言って、武井公明党の委員長が同じ月の27日に会見をして、8月には習総理は田中首相が訪中して中日国交化問題を交渉するのを歓迎しますと言って発表をしていると、ここでびっくりするのが9月1日に田中総理とニクソン大統領が共同声明を発表した後に毛主席と会って日中共同声明を調印をしたと。この時の慌ててやった日中共同声明が前回やったポツダム宣言第8条の立場を禁止するというのが書かれていたということで、ございます。この流れであともう人工衛星持ち上げてますので、1970年には中国は事実上核保有国になったわけですね、これがアメリカが恐れて中国にすり寄っていった一つの原因かなという、思います。で最後にまとめますと、こうやって作られた日中共同声明とか日中友好というのは、左側が中国共産党、右側が日本政府だとすると、今日本政府が中国とバチバチやってるところ、これが青い矢印ですけども、自衛隊が人民解放軍と戦って、海上保安庁が海警局と戦って、偽装漁民が来たら警察が
もしくは、まあ、海上保安庁も入るんですけども、うん、海の上では海上保安庁、陸の上では警察となってます、うん、で外務省と外交部がやってますが、それ以外にもこの官民融合の対中、中国の対日ルートはたくさんあるんですね中央対外連絡部ってご存知ですかね。中対連とよく聞いたような感じはしますけど、実態はよく分からないですけど、これはあの、うん、中国のいわゆる外務省みたいな、第二外務省みたいなもので、うん、野党との接触は中央対外連絡部がやるとなってるわけです。あ、なるほど。野党と接触するわけです。与党ではなくってことですね。そうそう、うん、自民党が野党の時には中対連の人たちも自民党の方に接触したんです、うん、でいろいろ約束する。その時の日本の政府ではなくて、政権与党ではなくて野党側にいるところに連絡すると。で日中友好協会のカウンターは中日友好協会ですね、うん、で日中友好協会は日本政府とは関係ないんですけども、中日友好協会は当然中国共産党の指揮下にありますから、うん、まあ、まあそうですよね。これ一度私日中友好協会に文句言ったことあるんですよ、うん、あの中国が沖縄人たちは先住民族だと、うん、まあ、いろんな新聞とか言ってると、これは正式な外交じゃないんで政府で文句言えないんで、民間でルート持ってるのは日中友好協会あなたたちでしょと、うん、だから日中友好協会の方で我々沖縄の人たちは日本人だからそんなこと言うなと言ってくれっていうふうにお願いしたことあるんですよ、うん、それいや民間といっても向こうの方は結局政府とつながってますしって正直ですねそれはって認めてました正直ですね。でもこの矢印、この構図を認めて知ってるわけじゃないですか。あ、まあまあでしょうねとは思うけど、向こうの方が言いましたよ。向こうは正直に言うんだと思いました。政府とつながってるんだと。ということは、うん、じゃああなたたち日中友好協会は本当の日中友好協会なのか、うん、中国の意思を日本に反映させるためのものなのかという問題になってくるじゃないですか、うん、でこれで沖縄県も福建省と結んで、うん、姉妹として結んでますけども、この中日友好協会とかは全て都道府県とかでもマッピングして、あの都道府県が日中友好に反することはないかっていうのを全部監視してるんですね、うん、まあ、やっぱり何らかの指揮命令関係というか、その、まあ、連携はあるでしょうから。そうなんです。中国共産党政府の意向に逆らうことはやっぱりできない。全部できないわけですよね。で、加えてこっち側は政府の方針とかに逆らうこともやってしまうと。やってるし、中国、うん、日本政府の意向を中国に浸透させるルートは何一つない、うん、交渉するところも何一つない、ね、で企業も全部人質になっちゃいますし、マスコミもいろいろありますし、そういったところで結局一方向ですね。一方向で結局これだと思うんですね、うん、彼らのやり方は、はい、非戦主義と謝罪主義、うん、この友好、彼らのダマクラカシの言葉が友好、交流、平和、民主、人権、経済っていう名前を使って、うん、日本人を中国と戦わない、うん、中国に謝罪をするというようにして、うん、政府に働きかけて外務省が今こうなっていると、うん、であの国民は非戦の世論で日本政府でいやいや中国と戦わない方がいいよっていうので、うん、公明党が牛耳ってますから、うん、そうですね、中国に対する非難決議もできなくなっちゃってると、うん、これが今言ったあの最初のアリの一決からこの図までずっと作られてきたのが日中友好の歴史だということです、うん。そうですね、まあ、どこまでの実態がどうかっていうのは、まあ、それぞれ検証というのはやっぱり必要だとは思うんですけど、大まかな流れとしては、まあ、でも流れとしてはそうだし、日中友好協会の設立当時にあの宣言していたので掲げていたことはそのままずっと継続してやり続けているんだというのは確かですね。これを見ると、ね、どうですかこの今日のタイトル、日中友好の歴史は中国共産党の対日工作史っていうふうに、うん、まあもうちょっと分かりやすい表現あればいいんですけども、そうですね、あのタイトルだけを見るとちょっと大げさじゃないかなっていうふうに見えるかもしれないですけど、あのさっき今の流れを見ると本当にまんまその通りじゃないかという感想ですね。そうそうそうね、まんま、うん、そうなんですよ、はい、でこれだから日中友好は、うん、間違ってますよと、もうこれ以上日中友好といったら、ね、うん、サンフランシスコ講和条約体制がなくなりますよということなんですよ、うん、日米安保条約もなくなる、うん、彼らの目的ですから、日中友好に加担することはサンフランシスコ講和条約体制を破壊に加担することになりますよと、東アジアの自由主義の覇権はなくなりますよということになると思うんですよ、うん、そうですね、というのが今日の結論でありますけども、はい、どうでしょうかね。そうですね、だから、まあ、日中友好という言葉だけは、まあ、言葉は別に友好悪い言葉じゃないですし、あの、まあ、仲良くできるなら
向こうも仲良くする気があるならそれで行ってもいいんですけど、まあ、こういう流れとか向こう の, その中国共産党の意図があってこういう歴史があるんだということを理解した上でじゃあどう付き合うのかっていうのはこちら側も考えないと実はいけなくて、はいはいはい、で日本の国益に反するようなことはしちゃダメだしむしろ日本の国益になるようにあのこちらからも働きかけをするという意味であればあの対等にあの工作の試合をするというならいいんですけど一方的に工作されるだけっていうのはやっぱり健全な関係ではないですよね。また図としてもらえますかね、うん、この矢印の通りですよね。で気をつけないといけないのは中国が対日工作をやるときに使うのがこのやっぱ友好っていう言葉をよく使うんですね、うん、中国が使う友好交流平和民主人権経済っていうものはこれ全部侵略のために使う言葉なので、うん、黙らされないようにしないといけないかなと思っています。これで、まあはい、あの前回のなぜ日中友好は間違いなのかっていう、まあ、タイトルと今回の対日工作史であるというところがつながって、はい、ご説明はいただけたのかなと思いますので、はい、まあ、これを見てどう考えるかというのは視聴者の方にもそれぞれ考えていただければ。また日中国交正常化50周年と、はい、各地でイベントが行われるかもしれませんので、うん、ぜひ陳情請願セミナーに参加をしてこれを阻止するように頑張りたいなと、うん、そうですね、まあ、ちょっと知識というか勉強していって、まあ、日本の国益にかなうような政策を取れるように僕らも民間もちょっと頑張っていかないといけないかなと思いました、はいはい、ということでちょっとそろそろ締めろということなので、今日のところは、これで終わりにしたいと思いますが悟さんありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。またちょっと次回機会があればお願いいたします。はい、皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。